顔違く見える。カラコン入れてるからかな、でも加工のやつで。どうしたらいつも通りになるんだろう。ひろふみさんありがとうございます。流れ星、七夕じゃないしね。久々すぎ、それね、久々すぎた。 TikTok 配信はしたんだけどね、なんかショールーム配信めっちゃ久々。見えてた？髪の毛巻いてアイメイク違う？なんか何が違うんだろう。鏡で見ると変わんないんだけどね。赤井さん花火ありがとう。みどりんさん金魚ありがとう。わあ、配信始めてからちょっと久々すぎて熱くなってきちゃう。こんばんは。チャッピーさん、ユーリンさん、肌ありがとう。体調大丈夫？すごい、タコの花火ありがとう。赤井さん、メイク変えてないんだけど何が違くなってんだろう。カラコンのせい？そんなこんな顔変わってる？確かになんか顔違うか。いっぱい寝てるから顔むくんでる的な。前髪減らした、前の、あのずっと配信してた時より。あと髪の毛伸びた。アイシャドウきつく見えるよね。直接見たらさ、そんななんやけど。ここか、ここが悪いのか。直接見るとそんなないからね。ちょっとマシになったっしょ。どう？配信しながらメイクを取ってく。どう？いつもになってきた？久々の配信なんか緊張するな。初見じゃないでしょ。元気？元気。本物？え、その違う顔。なんでだ？どうして？なんで？控えのせい？ふみさん、ハートありがとう。昨日マッチングした女性と仲良くなりたいんですけど、どうしたらいいですか？アドバイスお願いします。え、マッチングしたことないからもう分かんないけど、あのどうなんだろう。友達になりたいです。出会い系やらないよ。
怖いもん。こんばんは、久しぶり。もう地元の友達とかさ、やっぱやってる子はやってるじゃん。で話聞いたりとかすると面白いなと思うよね。友達になりたいってマッチングとかってさ、相手がさ、なんか友達を探したいのか恋人を探したいのか、目的によってもなんか変わっていきそうだから難しそう。花パパさん、くまちゃんありがとう。スペースゴーさん、バラありがとう。めっちゃ大人っぽい。話聞くのが面白い。お話聞くのが。福井楽しいんだ。めちゃめちゃ楽しいんだ。楽しみました。まあ結構ゆったりと。かまちゃん、金魚ありがとう。いやね、今マッチングで結婚する方だいぶ前から結構多いよね。なんだっけ、その事務所いた時のお世話になってた方もそこで出会って結婚してた。花火ちょっとだけ見たよ。でも人多すぎじゃない？やっぱすごいなと思った。誇りを持った。でもマッチングでさ結婚する人ってさ、なんか本当運命的なぐらいじゃない？なんか初めて会った女性の方と結婚みたいな人が多いイメージ。なんだけどそんなことない。あら久しぶり、お久しぶり。マッチングアプリで結婚しました。やっぱ多いよね。どうなの。こんばんは。ふっちゃんぐるぐるありがとう。ありがとう。ミキティさんこんばんは。今日何曜日だ？今日は曜日感覚がないのでちょっとわかんないけど、何曜日だ？金曜日じゃないか。火曜日とかか。ひえさんハートありがとう。9月27、そうなんです。9月27にいつも結構ずっとお世話になってるベック秋葉で一日店長するんですけど、もう店長らしく何したいってこの間打ち合わせしてきて、何しようかなって考えたところ、やっぱりあのお酒を飲みながら花金なのでちょっとクレナが盛り上げ役になりまして、あの、まあ、歌ももちろん歌うんですけど、みんなで乾杯しながらなんかおつまみとか食べて、ステージ上は多分セッションみたいなのをやってると思うんで、歌いたい人がいたら歌っていただいて、はい、こんばんは。こんばんは。カラオケはしない。なんか4月13の時にファンクラブ限定のあのファンクラブの会場で借りてイベントしたんですけど、それとはまた違った雰囲気にしたいなとは思っております。26年3月閉店なんだ。26か、あと2年後ぐらい。こんばんは。こんばんは。母さんハートありがとう。
ライブハウスの店長は盛り上げ役でしょ勝手な想像。お酒作って、ひなふみさん元気ありがとう。どんな感じになるか楽しみに。食べ物もちょっと考え中で、なんか作って持っていくことはできないから、まあ一つ強いて言うならみんなでタコパしたいなとか、あのちょっとこういうのは昔バイトでピザ作ってたんで、ピザ作りたいなとかちょっといろいろ考えたり。たこ焼き作るのうまいから、流しそうめんいいね、楽しそう、みんなでわーっつって。意外な特技、ね、お米ってさ、みんなないの？おとといぐらいにお母さんからなんか、お米ないらしいよって言われて、マジか。それなのに昨日カニカマ飯で3合も炊いちゃったのか。白ご飯、まあ福井から送ってもらったらねいいんだけど。なかったんだ。今日スーパー行ったのに見るの忘れちゃった。こんばんは、よしおさん。近所のスーパースクラカンス、え、大変だね。え、関西も売ってないの？やば。まあでもそんなお米食べたい欲みたいなのがないからさ、あれなんだけど、時々しょっぱいもの作ったらお米欲しいね。ゴーンさん、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。ね、お米と麺類なくなるって言われたらショックだよね。ちょっとくん、ダイエットしなきゃと思って、あのなかなか続かないダイエットをのほほんと今やってる最中なんで、お米はなるべく食べないようにしてる。昨日カニカマ飯炊いたけど、お昼はあの豚バラ買ってサンチュでくるんで食べました。キムチと一緒に。違う、あの今ねちょうどモチベが上がることがありまして、あのこの間ユーナの展示会行った時に秋冬冬服をね結構頼んだの。衣装でも着れるし、あこれいいじゃんこれいいじゃんって。やっぱね痩せないと。もう、だってコロコロももう置いてあるもんコロコロももうすぐ使えるようにコロコロ置いて、暇さえあったらコロコロして。豆腐も家にある。でも無理しすぎたら本当もうすぐ食べちゃうから、無理しないように。これね結構コロ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 、なんか太ももとか
ゴローンして横向いた状態で太ももの下にこのコロコロ挟んでグリ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 するのめっちゃ痛いの。めっちゃ痛い。だけど筋トレもね続かないんですよ。スクワット30回した次の日はもう筋肉痛なんで、多分筋肉がないんだろうね。ほんとやばい。30回でやばいよね。なんか前髪もっと減った？なんかだね、配信だからもうだけ。あ、肩のね、肩甲骨だっけ、なんて肩甲骨これやってるね、代謝。あとこのあの肩ま巻き巻きなんとかみたいな、頑張ります。しっかりダイエット宣言しちゃうとね、あの食べてるとこ見られたらあれって言われちゃうから、そこまでしっかりは宣言しません。ゆる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 ダイエットね。ダンスいいと思うんだけどさ、ダンスさ踊れないんだもん。体重計持ってない。体重計あったらマジで痩せれると思う。買えばいいのにね。そうなんですよ。実家帰った時それこそさ毎日乗ってさ痩せたもんね。47踊れる。多分一生忘れない。ポニーシュシュも忘れない気がするな。でも実際音楽流れて踊りますってなったら忘れてるもんなのかな。どうなんだろう。全力で47。確かにうざ踊れない。多分僕踊ったことないと思う。ポニシシュのサビだけテキーだったら踊れる。もう5年も経つんでね、なんと。流れ星スティさんありがとう、こんばんは。この言い訳メイビーをさ、ほんとチームエイトができたばっかの時、なんか大きいドームで花道で踊ったんですけど、その時言い訳メイビーもうなんか緊張と、もうなんか頭パニックって棒立ちしてたんだよね。その思い出しか言い訳メイビー、なんかパッと最初に出てくるのそれかも。言い訳メイビーこれクエな舞台で棒立ちみたいな。いや今見たら絶対面白いだろうな。苦だってその時本当入ったばっかだから、笑顔もさまともにねあのできなかった頃だからさ、多分なんかこうやって 笑いながらなんかポテチしてる気がする。やばいよね。本当大島優子さんが卒業の時のコンサートなのか
ほんと。記憶がある。スミチさん、ありがとう。英語は難しいね。最初の頃、もうここ筋肉痛だったの。ここが笑えなくなってピクピクしてる。ゴーンさん、結婚してありがとう。ダリンさん、ありがとう。明日はリハーサルだ。頑張るぞ。おガイさん、ちょ、ありがとう。やっほい、やっぽい。今日夜何食べようかな、何食べようかな。ダイエット宣言ちょっとしながら食べ物に夢中。何食べようかな。みんな何食べるの。もう仕事終わった。まだ終わってない人多い。これでも焼きそばセットあるよ。セットって言ってあれだけど、焼きそば食べたくなって、この間焼きそばのセット買った。なんか UFO の焼きそばあってて、なんか野菜とお肉入れたら食べれる。わ、生姜焼きいいね。絶対ご飯食べたくなるやつだ。昨日カニカマ飯炊いて、あとなんかお肉欲しかったから鶏肉で、あのケチャップと酢の、あのちょっと酸っぱい系のご飯に合うものを作って食べた。トンテキいいよね。これでもトンテキよう作るわ。タラオさん、ありがとう。キラキラ。食欲今はまだないけど、あと 1,2 時間したらお腹空きそう。確かに麺類中心の方が今はいいかもね。お母さん、ありがとう。なんかゲーム配信したいな。最近 COD やってんだけどね。 COD したい。戦えないけど、クエナの意外とセンスあるかもって思うもの見てほしい。意外と銃撃つけいけるんだって。COD？ そう、コールオブザビューティー。マネさんの動画見たよ。ファンクラブに送ってくれた。にやけた。可愛かった。いや、携帯でやってる。そう、でもさ、携帯だからかわかんないけどさ、あ、敵がいるって思ってさ、撃ち始めるやん。もう構える前に死ぬんだよね。撃たれてないのに3発ぐらいで死ぬの。まあ、多分銃ショットガンとかで撃ってんのかな。PS5 欲しいのだから。
狙ってるんだよ。でも買ったら買ったでさ、もっと引きこもりになっちゃうかな。見える範囲が確かにそれもありそう。お米高くなりそうだよね。ね、くなも思う。レアルマドリッドさん久しぶり、こんばんは。でも PS5 で何やりたいかってなったらそこまでないんだよね。あとスマブラやってる。スマブラ、亀吉さんこんばんは。リアルマドリッドさんありがとう。これなんだろうね、花火か、水中花火みたいな。キャラは村人かドンキーコング。村人のあのボーリング落とすやつ強いから。こんばんは。お米買いだめしとかないとね。ビップとか言ってるの。え、スマブラってビップとかあるの？COD やったらわかるけど、スマブラもあるの？COD か、 COD 結構いってるよ。なんだっけ、何のランクがあったか忘れちゃったんだけど、 VIP は VIP どれぐらい、 VIP より上なんだっけ。レベルクナ100なんとかやった気がする。言うて。こんばんは。あと言ったらあれなんだけど、クソゲーのさ色を重ねてくやつ、あれめっちゃ余っちゃって、でもめっちゃ充電取られるの。しかも携帯熱くなるんだけど、寝る前にこうやって目しょぼしょぼになるのこうやってやってん。かまちゃんありがとう、ありがとうございます。そうなんだよね。基準一回やったら広告流れてくるとかじゃない？のイメージ。なんかしっかりしたゲームってより似たようなやつがいっぱいあって、ハンバーガー運んだりとか、ハンバーガー運んでお客さんとこ行って広告でよく流れてくるやつなんだけど、お金もらってそのお金でまた建物
とかなんか椅子とか立ててみたいなの記事にハマるの子やな。で、一時的なハマり方しかしないのに、その広告がいっぱい流れてくるのが嫌で、ちょっと課金しちゃう。課金しちゃう。だから消せないじゃん。でもふとした時にまた復活するんだよね、ハマりが。かいさん、レインボースターありがとう。今どれぐらい配信してるんだろう。30分とか？王様助けるやつ？あれもやってるよ。昔やってた。やってた。大体クレナのインストールしちゃってるから。みちこはクソゲーだ。36分か。プール行ってない。行きたいなって思いながら、プール小学生から一回も行ってないんだけど、やばいよね。海入ったのもいつって感じだから、ちょっとなんか区がやってる施設のプールみたいなとこにでも行ってこようかな。いけないし、沖縄も言うてこれやってたからさ、このかぶるやつ泳ぐっていうことをしてないのね。あれは勝手に浮かんでたから、泳ぐってものしたい。クロール、泳ぎ方忘れてそうだけどね。北陸涼しかったよね。思った、東京帰ってきてめっちゃ暑いって思った。泳げるか泳げないか分かんないの。そう、でもこういうのさ、焼けるの嫌がってるけどさ、今年一回もね日焼け止め塗ってないのやばくない？こんだけなんかしっかりしないといけないのに一回も塗ってない。日傘もさしてない。どういうこっちゃ。あんま焼けてないかも。でもまあ加工できたら分かんないかな。多分あんま外出ないからなのかわかんないけどマジで塗ってない。髪まだまだ伸ばすよ。夏フェス行ったらそれは焼けるね。それは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 焼けるわ。そういうことしてないかな。でもちょっと焼けてると思う。まあ化粧はしてるから顔は焼けないとって。こんばんは、のび太さん久しぶり。ルビンさんこんばんは。ということで、そろそろ終わろうかな。8月25日はライブがございます。
初めての場所、ぜひお待ちしてます。そして8月31日はバンドの方でライブをします。下北沢ら辺のライブハウスで行うのでぜひ見てね。最近ちょっとオフィシャルの方の何告知の方も更新してるのでそっち見てもらえたら見れます。今のところ続けれるように頑張ります。ジョークのオフィシャルサイト、1日は渋谷レックスで私たちのバンド主催のライブでライブを行います。ぜひお待ちしてます。ではこんばんは。でもそろそろ終わろうかなって思っちゃいまして、そろそろ終わっちゃおうかなと思ってまして、31ワンちゃんを待ってます。9月7赤坂行くね、をお待ちしてます。喋りかけてください。ではランキングだ。何位から言ってたっけ。13位か。13位、秋久さんありがとうございます。12位、荒弘さんありがとうございます。なんかいっぱい、あ、ボングさんありがとうございます。仕事頑張ってるかい。11位レアルマドリッドさんありがとうございます。10位香港のケイケさんありがとうございます。9位台湾ヤロアラシさん、元気元気だよ、ありがとう。8位ミドリーさんありがとうございます。7位マルさんありがとうございます。6位タラオさんありがとうございます。5位ミーちゃんありがとうございます。4位ゴーさんありがとうございます。3位かまちゃんありがとうございます。2位ななパパさんありがとうございます。1位若井さんありがとうございます。終わっちゃいます。9月11日待ってます。ごめんね、こういうのも頭生えてなくて。8月末らへんから9月めちゃめちゃライブ入ってて、9月もう一個ライブ入りそうなんですよ。3週目くらい、ぜひお待ちしてます。ほんとだ、バングさん1位ありがとう。あの8月9月めちゃめちゃライブありますが楽しんでいきましょう。おー、ではまたねー。ありがとうございました。久々の配信見てくれて、またねー、バイバーイ。